ソロールソロール干渉の位置ソロール干渉は、北西太平洋カロリン諸島の干渉。ミクロネシア連邦ヤップ州に属しており、選挙区を構成する自治体となっている。ウルジ干渉の南南東1 5 0キロメートルヤップ島の南東2 5 0キロメートルほどの位置にある。人口は2000年の時点で215人であった。ヤップの自治体であり、いくつかの統計的な出版物では、 人口はファイス島と合計してある。干渉は東西に1 2 5 k m ほどの長さであり、幅は最大 3.5km ほどである。干渉の北辺部にはいくつかの島が存在する。合計の土地面積は0.934平方キロメートルであるが、最大で45メートル程度で7.1平方キロメートルの面積の証拠を持っている。 干渉の南辺は、省令が発達しておらず、北辺より狭く、外海と航行可能な2カ所の水道が存在する。4つの多少大きい島では、農作物が栽培されている。個々の島には、北西端のビッグレイモール、北西部のビグリオール、南東端のビグラー、南部のビララ、北部のホルウェイリド、南東のソーレルなどが存在する。 最初の記録は1565年1月22日、パターチェの3、ルーカス号に乗った、スペインの航海誌、アロンソデアレラーノによるものである。カロリン諸島全体と同様に、スペイン領東、インドを経て、ドイツ領ニューギニアとなり、第一次大戦後は、日本の南洋町の下で、委任統治されることとなった。第二次大戦後は、 アメリカ合衆国の太平洋諸島信託統治領となり、1979年からはミクロネシア連邦のヤップ州の一部となっている。ありがとうございます。